はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、ディズニーキャラクターチョコエッグ5です。毎度おなじみのディズニーキャラクターチョコエッグを箱買いしましたね。全部で10個入っております。早速開けてみましょうか。いくよ。あ、失敗しちゃった。前ね、ディズニーキャラクターチョコエッグやった時は割と良かったんだよね。オラフがちょこちょこダブったぐらいで、それ以外はほとんどダブなかったよね。しかもクオリティがすごい高かったので、今回もすごい期待だね。はい、こんな感じでございますね。今回はディズニーツムツムがラインナップされてるみたいだね。あとはベイマックス。ベイマックスもあんの？あ、本当だ、ベイマックスね。ベイマックスとヒロね。ヒロね。あとはエルサ、とスティッチとシンデレラとアーサー。そうだね。もっと多分ラインナップあると思うんだけど、それは開けてみないと分かんないね。ではですね、早速10箱開けていきましょうか。はい、では10箱開けていきましょう。レーシン君、じゃあまず1箱、パパも1箱。また前と同じようにですね、このジップロックにどん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 チョコレート入れていきましょうか。はい、1個だけ食べようか、ね、綺麗にできたやつかね。そうだね、綺麗にやっぱ開けないといけないね、これね。綺麗にいけたじゃん。綺麗にいけたやつはこの中にこのジップロック入れちゃってください、はい、あ、やばい、これ2枚しだな。あららら、もうこれなんか溶けちゃってんな。この部屋あったかいから。じゃあこれ食べちゃうか。よし、もうどうぞこれ。うん、うまい、おいしいね。では早速1カプセル目開けますね。よいしょ、はい。お、え、これはつむつむ、つむつむのサリーだね。サリー、うん、はい、ラインナップはこれだけあるみたいですね。やっぱつむつむが多いかな。うん、うん、この中ではやっぱりベイマックスとかヒロとかエルサが欲しいかな、うん、この前アナ出たしね。うん、うん、あとはつむつむやっぱ全部欲しい。あ、シークレットも欲しい、やっぱ狙いたいね、うん、はい、では2カプセル目いきますよ。はい、はい、お、今度はチップだ。チップのつむつむ。チップのつむつむ、うん、イエーイ。じゃあ3箱も焼きます。3カプセル目ですね、いくよ。はい、お、これはアースラだ。アースラ、アースラ出たね。よし、4カプセル目開けます。すごいね、こんな。では4カプセル目開けます。はい、お、まだダブってないよ。これはスティッチ。スティッチ、おー、いいね、うん、いいね、スティッチちょっと欲しかったから。いい、ね、うん、はい、次5箱目いきます。はい、では5カプセル目ですね。折り返し地点ですよ、うん、ここまでダブんないでほしいね、せめてね、はい、おー、ベイマックス。ベイマックス、イエーイ、やったー、ベイマックスが一番嬉しいかな、うん、6箱目いきますね、はい、はい、では6カプセル目開けます。はい、よいしょ、はい、あー、アースラ、ダブっちゃった。これは組み立てたばっかりのアースラ。組み立てるのね、ちょっと難しいから。あ、分かった、じゃあパパこれ後でやるよ、うん、はい、では7箱目開けますね。はい、はい、では7カプセル目、よいしょ、おー、これはツムツムミッキーだね。ミッキーのつむつむですね。では8箱目いきますね。かわいい、かわいい、はい、では8カプセル目開けます、はい、よいしょ、あらららららら、ら、これはまたしてもベイマックス、うん、はい、では9箱目開けますね、うん、よいしょ、ベイマックスまた組み立てるね。はい、9カプセル目ですね、はい、そろそろヒロも出て、ヒロ欲しい。お、これは、これはどっちだろう。チップか出るか。チップだ。チップ、ダブった。ダブったか。最後の10箱目です、うん、さあ、シークレットが欲しい、うん、シークレットカモン。では、最後の10カプセル目、シークレットカモン。カモン、え、はい、デールだ。今回はデールでした。シークレットは出なかったかな。シークレットは出なかったけど、でもデールが最後に出た。はい、それでは出たものを見ていきましょうか。まずこちらアースラだね。アースラ2つ出ましたね、うん、ダブった、うん、
でも相変わらずよくできてるよね、うんうん、顔のねあの化粧までしっかりちゃんと塗装されてますね、うん、いい感じだよね。いい感じアースラっぽさが出てるね、うんうん、はい次ベイマックスですね、うん、ベイマックスも2つダブってしまいましたね。だけど可愛いね。そうだね、こんな感じです後ろがね。できればあれだったねベイマックス、もしかしてシークレット誰なのかな、ヒロアーマーアップベイマックスだったのかな。まあそうじゃない、そうかもしれないよね。うんちょっとシークレットが出なくて残念だったね、うん、ベイマックス可愛いね、うん、はいそしてこちらがスティッチだね、うん、スティッチすっごい可愛いねこれね。可愛いね、うん指口にさなんか食えてるみたいな感じになってて、うん、すごい可愛いって感じになってね、うん、ねえ可愛いこれ、うん、はいそしてここからがつむつむですね、うんこちらチップのつむつむですね。チップは2つ出ちゃいましたね、うん、はい。そしてこちらがデールですね、うん、デールは黄土色みたいな色してるね、可愛いね、うん、可愛い。そしてこちらが、モンスターズインクのサリーだね、うん、これでもマイク・ウェザウスキーはラインナップされてないみたいだね、うんうん、ということは次回かな、うん、次回かもね。そうだね、はい。そして最後にこれがミッキーだね、うん、ミッキー可愛いです。相変わらずのクオリティでございます、うん、はい。はい、ということで今回はディズニーキャラクターチョコエッグパート5でした。